荻窪幹事長の急病と辞任で大きく揺れる永田町。政界のドンと言われた幹事長の後ろ盾をなくした首相が衆議院の解散を表明いたしました。解散総選挙により改めて民意を問うことで新たな内閣、新たな民事党を打ち出していきたい、そう考えております。さらに荻窪幹事長の後任として東京都知事の青木亮氏を任命したことも発表されました。現職知事が与党の幹事長を兼任するのは前例がなく、大胆な人事として波紋を呼ぶことが予想されます。ご容体いかがですか、元幹事長。都知事ともあろう人間が字も読めないのか。面会謝絶だ。病院のルールを守れと。当たり前だ。病院の細かいルールをとやかく言う前に、あなたはどうなんです。偽札作りは国のルールを根底から崩しかねない重罪ですよ。あの偽札が何人の命を救ったと思ってる。100や200では効かんのだぞ。道路や法律を作る政治家は5万といるが、セーフティーネットからこぼれた人間を救える政治家はそうはいない。お前にそれだけの器量があるのか。あなたとは使い道が違いますが、器量は持ち合わせていますよ。だからこうして引き継ぎの挨拶に来たんです。分刻みのスケジュールを塗ってね。都知事が幹事長を兼任するなど聞いたこともない。あなた方老人にとってこの先起こることは全てが前代未聞の出来事になるでしょう。だが1年も経てばそれがこの国の日常となる。それが私が作り出す新たなこの国の政治です。青2歳が。青2歳ね。覚えていますか、10年前、私が初めて政界に進出した区議選のこと。民事党の推薦を希望する私をあんたは罵った。ブリーチジャパンなど現実を知らない子供たちの学園祭だと言ってね。荻窪さんの選挙区は神奈川2区でしたね。次の総選挙ではブリーチジャパンからあそこに立候補者を立てます。もちろん民事党の公認候補として。どんな気分ですか、現実を知らない子供たちに全てを持っていかれるのは。神奈川2区で我々の候補が当選するのは確実でしょう。まずは手始めに偉人町のゴミ掃除から始めなくてはね。あそこは不法投棄の温床ですから。彼らをゴミ呼ばわりするのか。いいえ、ゴミ以下です。なんだと。社会のセーフティーネットからこぼれた者たちと呼ぶべきですか。しかしそもそもそうなったのはグレーゾーンに甘え続けた彼らの責任では。自己責任の果てに行く当てを失った人間などゴミ以下ですよ。どうなろうが私の知ったことではありません。おっと、長話が過ぎましたか。元幹事長、ぜひ長生きしてくださいよ。私は心からそう思っているんですから。綺麗に再開発された偉人町が完成した暁にはその目で見ていただきたいので、そしてその時の元幹事長の顔を私もこの目で見たいので。
ここが春日君たちのアジト？ああ、遠慮することはねえ。くつろいでくれ。ああ、まあくつろげる感じでもないけど。私は特段の文句はありませんね。手狭なことを除けば、どいつもこいつも随分上から目線だな。勝手に転がり込んできた分際で。勝手だなんて。ちゃんと難波さんの許可をいただきましたよ。半順儀から止めてくれなんて頼まれたら、俺の立場的にも断れねえだろ。まあコミジュルが燃えちゃったわけだしね。他の仲間はどうしてるの？現在監視システムの復旧に努めていますが、完全復旧にはまだ時間がかかるでしょう。家が焼けた半順儀はともかく、蝶までここに引っ越してくることはねえだろう。引退した俺がいつまでも景品飯店に住むわけにいかないでしょう。示しがつかないからね。だから俺も家なしなのよ。だからって揃いも揃ってうちに来るか？人が集まる場所には情報も集まります。ここを有意義に活用していきましょう。情報か。その後ブリーチジャパンの方は？あんだけ暴れまくったんだから警察も動いたんじゃねえのか？警察？春日君ニュース見てないの？そういやここんとこ見てねえな。コミジュルの一件でブリーチジャパンは偉人町、いや日本中で株を上げたよ。はあ？テレビも新聞も報道はこう。警察さえ手出しできない不法占拠集団コミジュル、そこに危険を顧みず突入した勇気あるブリーチジャパンってね。そんなの随分偏った言い方だな。それだけじゃありませんよ。ブリーチジャパンに抗ってコミジュルが火を放った。そしてその火災で代表の小笠原が死亡したと。小笠原が死んだ？どういうことだ。俺たちは火災の後に小笠原を拉致って尋問しただけだろ。そうよ、あいつ近江連合に助け出されてまんまと逃げたはずよ。ってことはまさか。そのまさかでしょうね。おそらく近江連合に殺されたのでしょう。正義のために殉死した革命の英雄に仕立て上げられてね。革命の英雄？なんだよそれ。小笠原は青木との関係をベラベラ喋った男。始末しなきゃいけなかったわけでしょ。でもただ始末されたんじゃない。コミジュルが炎上した件で負傷して死んじまったことにすれば事件性も感じないから警察も病院も疑わない。しかもグレーゾーンの撤廃に立ち向かっている最中の悲劇的な死って、演出のおまけ付きってこと。くそ、敵ながらいちいち完璧な連中だぜ。どうしますか。今から警察に行って小笠原を拉致していたことを話してみますか。無駄だな。警察は真淵の息がかかった連中だらけだ。そんなことしたらどうせ別容疑で捕まるだけだ。全てはあの青木って男の手のひらで踊らされているってことなのね。完璧に若い。でも完璧って言ったってよ。ブリーチジャパンの連中がコミジュルに乗り込んだのも不法侵入じゃねえかよ。そこは結果論ってやつかな。確かに不法侵入だけど、今の世論の流れからそれを問題視する人はいないからね。警察も検挙しようがない。このままだとコミジュルもハンピン・リューマンも偉人町に居場所がなくなることは間違いありません。そして我々に味方しかくまってくださっているあなた方も同様でしょう。大変差し出がましいようですが、もし皆さんに行く当てがあれば早々に相談された方がよろしいかと。いや、俺はここに残って連絡を待たなきゃいけねえ。連絡？荒川のおやっさんはそう遠くないうちにある博打を打ちます。その時には
一人でも多くの味方が必要になります。一人でも多くの味方って、これ以上はまだ話せません。すいません。ミツ、また連絡させてもらいます。そうですか。しかしその荒川真澄は春日さんを撃った張本人なのでは。おやっさんは殺すために撃ったんじゃなかったんだ。俺を生かすために撃ったんだよ。生かすために撃つとはどういうこと。まあその話は長くなるから今度酒でも飲みながらやろう。とりあえず張も加わったことだし、いろいろと準備をしようぜ。この先いつどうなるかわからねえだろ。金も道具も揃えといた方がいい。賛成。おう。ん？覚悟しろよ。私の番ですね。やってみろ。遊んでくんないか。よし、行くぞ。とっておきだ。さて。どうするかね。なめんなよ。ほら、来いよ。私が相手です。どうです。いや、何だよ。もっと本気でやってよ。ほら来いよ。さて、やってみろ。俺の番だな。一発目はしますよ。俺の番。俺の番か。いや、強くなった気がするぜ。テンション上がりますね。また強くなっちまったか。
何見てんだよ。頭かち割るとこか。私の番です。どうして見せてやるよ。ザコ。私が相手です。あらら、もうおしまい。助けを決めちゃうよ。さて、俺の番だな。私の番でしてみろ。かかってこい。どうした？プレゼントだ。よし、行くぞ。ほら、取っておきだ。舐めるな。俺の番。舐めんなよ。俺の番か。よろしく。俺の番だな。大丈夫じゃないか。シェ。おっと。何か。応援しています。何か。応援しています。舐めてんと痛い目に遭いますよ。さて。君たちじゃねえ。かかって見せてやるよ。とっておき見せちゃうよ。センスないな。私の番です。俺の番だな。俺の番。何なんだな。
骨が折れそうだな。俺のこと舐めるなよ。やってやるぜ。さーて、やめん。やめん。また来てこいよ。よし、行くぞ。さーて、行くぞ。私の番です。俺の番。立て直さねえと悩みに合わせますよ。どうするかね。してみよ。くらえ。さて、私が相手です。遊んでくんないかな。神様、なんだよ。さて、任務完了。やっと見つけたぜ。私の番ですよ。ほら来いよ。俺の番だな。とっておきだ。さて、俺の番か。してみろ。行くぞ。楽しませてくださいよ。私の番ですね。さて、俺の番だな。どうするか。本気でやってん。話せよ。すげえ。私の番ですね。行くぞ。立て直さねえと。遊んでくん。さて、また強くなっちゃったな。
ようやく来たかい。浜子さん、これは一体。いらねえもん捨てるって言っただろう。こいつら私一人で出したんだけど、もうくったくたでね。残りはあんたたちに頼みたいってわけさ。布団買い替えるのかい。景気いいじゃねえか。あれ、誰もいねえ。女の子たちはどうしたんだい。あの子たちは一人残らずやめたよ。ええ、閉めるんだよこの店は。ええ、ああ、異人町再生シェルター。ブリーチジャパンの連中が浜北公園の先に作った施設さ。風俗で働く子やその家族が無料で住めるんだよ。無料で住める。じゃあ店の子たちはそこに。ああ、しかもシェルターじゃ職業訓練も受けられるし、ビザ取得のサポートもしてくれんだよ。日本国籍のないあの子たちにはこれ以上ない計らいさ。本当にブリーチジャパンがそんな施設を作ったのか。これからは同じような施設を全国に展開していくってよ。ここもブリーチジャパンが買い取ってシェルターに建て直すのさ。でもここがなくなったら浜子さんはどうするんだ。困るだろう。その辺もちゃんと考えてくれててね、私をシェルターの寮母にしてくれるんだとさ。でも給料もいいし、世話焼きの私にはもってこいの仕事だ。困るどころかありがたいね。ありがたいって、前はあんなにブリーチジャパンを嫌ってただろう。以前は出てけ出てけって言うばかりのうるさい連中だと思ってたさ。でも今回こうやって代替えの案をちゃんと出してくれたんだよ。なんだかんだ言いながらちゃんと考えてくれてたってことさ。話によるとシェルターは青木亮の発案らしいじゃないか。なかなか大した男だよ。私は見直したね。こんなこと言っちゃなんだが、選挙のための票集めじゃねえのか。今度の衆院選が終わったらシェルターなんて知らん顔するかもしんねえぞ。うん、そうだよ。政治家がよく使う手だって。なんてこと言うんだい。あの人はそんな薄情な男じゃないよ。じゃあお前たちにうちの子たちを救えたかい。何にもできやしないだろう。今日だって青木さんはお忙しいところわざわざ異人町まで足を運んでくれてんだよ。青木亮が今日異人町に。小笠原さんの葬式に参列するためだよ。青木さんはどんなに忙しくっても仲間のためならスケジュールを縫って駆けつけてくれる情の熱い人なんだ。それをお前らは大して知りもしないでつべこべ言うんじゃないよ。若が異人町に来てる。挨拶に行くか。ああ、いろいろと聞くチャンスかもしれない。俺も堀之内との関係を知りてえしな。バカ、相手は時の人だぞ。そんな簡単に近づけるわけないだろ。やれるわよ。葬式ほど簡単に潜り込める場所ないんだから。なんで最後まで張り切ってんだよ。悪い、浜子さん、ゴミ出しは別の日でもいいかい。え、どうしたんだい急に。ちょいと野暮用を思い出しちまってよ。仕方ないね。なるべく早く来ておくれよ。おう、悪いな。式場の場所わかるか。異人町で葬式といえば中央通りにある斎場よ。野々宮の時に行ったでしょ。あそこか。よし、早速行こうぜ。